ホームのバスケットゴール1980年当時の野代駅野代駅は秋田県の城市元町にある東日本旅客鉄道五農線の駅である。起点の東野代駅から来た列車は大半が東駅までの一区間で折り返す。これは幹線である大宇本線から野代市の代表駅である東駅を接続するためである。東駅北は本数が大幅に少なくなる。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。かつては2面3線で留置線もあったが、現在は93番線へのポイントは途切れている。互いのホームは古戦郷で連絡している。東の城駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅。直営駅時代は長らく五能線の秋田県側の管理駅で、河野城駅。 岩立駅間の各駅を管理していた。鉄筋駅舎の中には、自動券売機、指定席券売機、キオスク、待合室がある。なお、緑の窓口は設置されていない。駅舎は2013年10月に開催される、秋田デスティネーションキャンペーンに向けて、北の街、の城をコンセプトに、同年9月1日に、リニューアルされた。バスケットボールの街らしく、 ホームにバスケットボールがある。リゾート白紙の乗客は停車中にフリースローに挑戦でき、シュートが入ると記念品をもらえる。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は341人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。注射区出店の白町駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。